はいどうも、白こりです。コンコリー。ザ・ヘックス、続きをプレイしていきます。いよいよ6人目からこのハテナマークの型を動かせるようになりました。話してみましょう。君は今この状況をどう捉えるそうだな。彼は君に口を用意しなかった。だが聞くための力を与えたはずだ。喋れないんだ。君には私の小屋に行ってきてほしい。 宿から東に数歩進んだところにある古風で小さな小屋だ。君と私たちの友であるプレイヤーがこの話に最後の次元を加えてくれることだろう。へえ。ー。そして全然コイン見つけてないからもう諦めようか。小屋から出るんですね。小屋から出る。あ、ここか。出て、あ、みんなと話せる てんてんてん。奴は私に戦いを教えた。私はそれを仮だと思ってる。おう、これで終わりようやく一息つけるってわけ俺たちは殺人犯を見つけ出した。そいつは生きる糧として銃を撃つ男だったってわけよ。ふむ。何見てるのよ。あなた、視力くらいはあるのこれを渡したら一人にしてくれる あ、<お> <laughs> くれたライト。ありがとう。俺が殺したのは彼が初めてじゃない。そして彼が最後になるとも思えない。うん。1,2,3,4,5, あ、そっか。一人は上の階にいるんだ。東ですよね。ちょっと歩いたところに、古風な感じの小屋がある。 通歩って言ってなかったあ、でもありましたね。はい。ああ、ライトあってよかった。コイーン。これはんむえあ、こっち側えー、これをバチンと。これはあトロフィー置く。ん これ持ってるのどっか置く場所あるのかな本棚。パソコンがある。そこ、あ、鍵があるよ。何の鍵でしょうパソコン。時計。ここに電気を通す。あ、濃い。電気を通す。あ、バッテリー。あ、この鍵違うこの鍵鍵。 ここ、んんうん。あれこれ鍵じゃないのか。鍵を持ってでもここ、ただのトイレ。ただのトイレ。鍵を持って、外、もう左、右側には何もない。 鍵これじゃないのかなバッテリーがたくさん入ってるけど。んまた宿屋に戻ったりするんだろうかこのトロフィー的なやつ、どっかに置いたりするあ、戻せた。あ、 懐中電灯。懐中電灯を置けたな。で、鍵パソコンいじれない。本棚いじれない。ここに使うんじゃないんだ。ええー。ええー。 ええ、でも、小屋に行けって言われましたよね。この紙気に、これは拭くための紙かえ、ねえ、鍵手に入れたんですけど、どうすればいいもう一回、宿屋のおじいちゃんに聞いてみる ね、鍵手に入れたんですけど、鍵。聞こえているんだろう正面玄関から出て、私の小屋まで歩いてくれ。えぇ、ー、この鍵はどこで使うの小屋に戻ってきましたが、なんで使えないんだろう。ここに電気通さないと、鍵が開かない。これどうやって上に変えるの これ、いじれない鍵に1番って書かれてる。これね、こう、下に流したいよね。で、なんで、この本棚どかさないといけないのなんで進まないんだろうどうしてなんでこれなんか W、W ボタンおえ、あ、扉だったんだそうだ誰かいるけど。 そうだ、出ないと思ったら扉だったんだ。ジェレミアは床を拭いていた。ジェレミアはより多くを求めていた。ジェリーは楽しい仕事を夢見ていた。ジェリーの物語はまだ始まったばかりだった。ジェレミアって、ジェレミアってさっきのラザロの宇宙海兵隊員の隊長的な人でしたよね。あ、ここで扉開くようにすると、 さらにお話を聞けるようになるってことあーあと一枚。えー、しかも下の階にもありますよね。全然コイン足りないわ。もう私は無理でしょうね。そして、私鍵どこやったうん。ぬっ、あーこれ私物持ってたから取れなかったんだ。これ、これ、あーもうそういうこと <laughs> そういうことか。なんだよ。これで電池をいろいろ入れ替えるんだ。そういうこといやー。あ、ここに一つ足りないんだけど。ぬ、ね。ここ必要じゃん。必要だよね。ここいる いるか。え、あと一つどこえ、鍵やっぱないんだけど。<笑>鍵<笑>私鍵どこやっちゃったっけえ、地下地下で私なんかしたっけえー、鍵探しの旅なんだけど。電池足りないもんね。えー、この、 このバッテリーの電池はバッテリーの電池、取れないバッテリーの電池。<laughs> マジであと一個よ、あと一個。え、ここ関係ないよねおおお おう。おう。えー、あそっちこっちなんだ。えぇ。おう、まあ。どっちにしろあと一つですよね。えおああ、来た <laughs> 足りたわ。ああ、下に下がった。 電池足りた。あ、これヘックスのマーク。なんて書いてあるのかわかんない。う、白黒。これで、元いたゲームの世界が見えるかも。ウォークマスターピース。うん。お、あ、一人称視点だ。い <Right. S 1> やあ、ライオネル・スニーズだ。あ、ライオネル。 君がこれを聞いているのはデベロッパーだ。僕の最新ゲームのデベロッパー解説をオンにしているからだ。僕のマスターピースである、ウォークのね。マスターピースほんといろんな形式のゲームが出てきて面白いですね。これ、マスターピースえなになに ほう。今見ているシーンは僕の幼少期の寝室をモデルにしたものだ。ここがスーパーウィーゼルキットが生まれた場所だ。えー。見回してみて。見回してみる。この年頃の僕がお気に入りだったゲームの一つがグラニークッキングだった。シェフのブライスが一番クールだと思っていた。まあ、どうなったかはご存知の通り。うん。この、 ハムスターちゃんそしてこれが、あ、ミスターシュルード二人はいつも小さい声でチューチュー泣き合ってた。僕は彼らが話している姿を想像するのが好きだったんだ。ウィーゼルキットとね。シュルドはウィーゼルキットにアドバイスを与える賢い親代わりだった。うん。窓、ベッド、おそのイタチは大好きなペットだったんだ。僕は彼をご存知の通り、ウィーゼルキットと呼んでいた。なるほどね。ゲームの主人公にするほど。 ね大切にしてたんだ。格ゲー、洗濯物、缶詰。ウォークは当初の計画では、ほぼノンインタラクティブな体験をするゲームの予定だった。単にプレイヤーが探索したり、考察したりするだけの。僕はいくつかの市場調査をしたが、まあ、そのようなゲームが流行してた。あまり金がかかってなさそうな。だからリアルなゲームプレイ要素を詰め込んでみた。ふむ。 僕の開発者としての人生の話なんだから、ゲームを作るということがどういうことなのかをプレイヤーに見せればいいんじゃないかつまりこれは僕がやってることをうーんと優しくしたバージョンみたいなもんだ。でも一般的なゲーマーにとってはやり応えがあるでしょああ、ダブルクリックえジャンプ、エンティティキット。これを紐づける。 ここにドラッグ。これをここにドラッグこれで動くようになった。ああ、初めてジャンプのコードを正しく入力してキーボードのボタンに紐付けた時のことを覚えているよ。ドーパミンラッシュが幼少期の僕の脳に電撃みたいに走った。やあ、私はゲームワークスのアシスタントだ。アービングと呼んでくれ。ゲームに敵を配置するのに助けが必要かな君の助けになるよ、相棒。 アービングはゲームワークスのパッケージの一部として現れた最初は AI を使うことに少し躊躇していたが本当に頼りになってくれたフム、うん、これはダブルクリックしてうんキットとジャンプをキットに紐付けて僕がアービングにどれだけ依存していたか気づくのに時間 あ、見えない。僕は、彼は僕のために敵や NPC を用意するのがたやすいことだと言った。だから彼に仕事をしてもらった。これは、移動。これでいいのかな敵は移動してくるえあ,あ <laughs> なんか違うね。待って。ジャンプ 敵キノ棒平行移動え移動んこれ待ってなリセットできないのジャンプえ ジャンプ、キノコ、移動。キノコちゃん、どっか行っちゃったけど。ねえ。キノコ、どっか行っちゃったんだけど。これ <laughs>。どうするべき、これ <laughs>。ちょっとやり直せないのかな、これ。 これねー。これでえー、っと、ジャンプ、ジャンプ、キット。えー、移動。移動、あ、こっちああ、そういうこと これで、戻ってくる。木の棒。木の棒戻ってきて。いや、違うのか。キットが、キットが移動するように。あ、そう。<laughs> これでいいんだ。ゴールに、アービングに言われたんだが、ウォーク用にオリジナルのスーパービーゼルキットは使えないらしい。データの紛失か何かで。残念だ。データの紛失 これ、はあ、移動を、これはキットが右に移動する。キットを右に移動を。これ、えこれは、木の位置につながって、こっちに移動してくる。木の位置。ジャンプ。 ジャンプ、キット、これで、ジャンプ。おあ !1、2、いや、違うんだね。高いジャンプはできないんだね。あこれが、ウィーゼルキットに届かないと、違う違う。違う違う違う。 違うんですこうして、こうして、こうじゃ。そうだね。なんか木の棒いるから敵も動かさなきゃいけないのかと思ったけど。これ、あー、ここで、木の2かなえ、どっちだろう あ、そうだよね。これで、えー、こうだね。よいしょ。よた辿り着いた。スーパーウィーゼルキットの成功は僕を麻痺させた。何種類かのゲームに手をつけたけど、大ヒットしたゲームと比較し続けてしまった。前より悪いものをリリースしたら、人々はどう思うだろうか。一作目は運が良かっただけ僕は一発屋のポニーだと 最終的に僕は続編を出すことに落ち着いたスーパーウィーゼルキットラディカルロードだ。うん。その頃は格闘ゲームばかりやっていてずっと好きだった。作ってみたいと思っていたけど自作するほどの才能はなかった。それが僕がラディカルロードに格闘要素を入れた理由だ。なるほどね。だからだったんだ。あジャンプ、もう勝手に。はいはい。これでいいほい。 パンチ、パンチを、パンチをキットが打つと、えー、あ、ら、木の棒がダメージを受ける。そして、パンチをキットが打つ。 これで、敵に当たると。木の棒をボコボコにするのが爽快だったんだよな。でもその部分に批判が殺到した。そのことで人々が何を求めているのかわからないっていう気持ちになった。自分の作りたいものを作ったけど、ラディカルロードには賛否両論のレビューがついて、僕はパニックになった。僕はスーパルウィーゼールキットを永久にお蔵入りにさせておくことにして、何か新しいものを作ろうと。しまいには僕の種類は死んでしまった。あー。 シュルード。だから、あの、ハムスターちゃん、いなくなった。ミスターシュルードはこの時長い眠りについた。尖りネズミの寿命はそれほど長くないんだ。ああ、この、開発者の生活に合わせて、と変わっていったんですね。ビーゼルキットは本当に逃げたんだ。信じられるかい,るかい一度だけ外に連れ出したら僕の手から滑り出して、近所のバラ園の中へ走っていってしまった。何時間も探したけど、バラ園はかなり広くて、茨も痛かった。そっかー。 このグラニークッキングは、これは別の人のゲームだったってことですよねうん、ギターも始めたたまにメールが来ていた。人々が僕の IP を利用したがって取引を持ちかけてきた。ラディカルロードから何年か経ったある日、僕はついにこう言ったんだ。くそ、もう結構だってね。僕は一番高値を提示したところに、売った知的財産譲渡契約。これは、 長いね。長いけど、こういうことって結構とんでもないことが書かれてるから、読むか。知的財産譲渡契約。本知的財産譲渡契約は、ゲーム船以下、譲り受け人と、ライオネルスミル以下、譲渡人との間で締結される。本契約に含まれる、相互の約束と制約を考慮して、両当事者は以下の通り合意する。1、定義。1.1、譲渡財産とは、 別紙 A に記載されている財産及びその一部を形成する。無限化された、または使用に必要なすべての知的財産及び知的財産権を意味するものである。1.2。知的財産とは、形式を問わずすべての技術及び知的財産を意味するものである。すなわち、視聴覚著作物、集合著作物、コンピュータープログラム、編集物、データベース、二次的著作物、 文学作品、マスクワーク、および録音物を含む、これらに限定されない出版物、および未出版の著作物、以下著作物。製造品、ビジネス方法、蘇生物、改良、機械、方法、プロセス、および全各号の新規用途を含む、これらに限定されない発明、および発見、以下発明。事業、商品、グループ、製品、またはサービスを識別、または区別するため、または 認証の形態を示すために使用される単語、名称、記号、装置、デザイン、その他の名称、及び全覚悟の組み合わせを含む、これらに限定されないロゴ、製品デザイン、および製品の特徴、以下、商標。アルゴリズム、顧客リスト、アイデア、デザイン、数式、ノウハウ。 方法、プロセス、プログラム、プロトタイプ、システム、及び技術を含む、これらに限定されない、有形または無形を問わず、一般に知られていない、または適切な手段によって容易に確認できる情報、以下、機密情報である。全部じゃね知的財産。<laughs> 全部だ。 1.3、1> 1. 知的財産権とは、いかなる法域においても、知的財産権に関する全ての権利、知的財産権に起因する権利、または知的財産権に関連する権利を意味するものである。すなわち、マスクワーク、データベースなど、著作権法に基づく権利を含む、これらに限定されない著作物から生じる、または著作物に関連する権利、以下著作権。 特許法に基づく権利を含む、これらに限定されない発明から生じる、または発明に関連する権利以下特許権。ランハム法に基づく権利を含む、これらに限定されない商標から生じる、または商標に関連する権利以下商標権。統一営業秘密法に基づく金利を含む、これらに限定されない機密情報から生じる、または機密情報に関連する権利以下営業秘密権。プライバシー。 パブリシティに基づく権利を含む、これらに限定されない、個人の名前、声、署名、写真など、人格から生じる、またはそれらに関連する権利、以下人格権。帰属及び完全性の権利、著作者のその他の著作者人格権、以下著作家者人格権。ドメイン名から生じる、またはドメイン名に関連する権利、以下ドメインネーム権である。二、譲渡。譲渡人は本契約により、 譲り受け人とその後継者及び継承者に対して、譲渡財産に関する譲渡人の全ての権利、権限及び利権を永続的に取り消し不能かつ無条件に譲渡し、異常し、引き渡すものとする。全ての権利、取り消し不能。譲渡人はさらに譲り受け人及び後継者及び継承者に対して、 上渡財産に含まれる知的財産権の過去、現在、及び将来の侵害または、不正使用に関するすべての請求権を永続的に取り消し不能かつ無条件に上渡し、異常し、引き渡すものとする。これには、発行日以前の侵害の不正使用から生じるすべての利益、及び損害を訴え、これを受領し、回復させるためのすべての権利、及び過去の侵害に対する解除を認める権利が含まれる。 譲渡人はここに譲り受け人が譲渡財産について有するすべての著作者人格権及び人格権の行使を放棄することに同意するものとする。これほんと全部ですね。3. 対価。譲り受け人は本契約に基づく譲渡の対価として譲渡人に250万ドルを支払うものとする。うん、4. 秘密保持。 譲渡人は譲渡財産の一部として譲渡された秘密情報を譲り受け人の利益のため以外に使用してはならない。譲渡人はかかる秘密情報を第三者に開示してはならない。譲渡人はかかる秘密情報の機密性及び秘密性を維持し、かかる秘密情報の不正使用または開示を防止するために合理的な措置を講じなければならない。これらの制限に違反した場合は、譲り受け人に回復不能な損害を与え、 譲り受け人は適用されるすべての法的救済に加え差し止め命令による救済を受ける権利を有するものとする、うん、5表明と保証。譲渡人は譲り受け人に対し以下のことを表明し保障するものとする譲渡人は譲渡対象物に関するすべての権利権限利権を独占的に所有していること 譲渡人は譲渡対象物に対するライセンス、またはその他の権利を第三者に付与しておらず、また付与する予定もないこと。譲渡財産には譲渡人の知る限り、譲渡財産の一部として譲渡された。知的財産が第三者の知的財産権を侵害していないこと。譲渡財産に関連して紛争中、または脅迫されている法的措置、調査、請求、または基礎がないこと。六、保証。譲渡人は本契約に基づいて、 譲渡人による表明または保証の違反、譲渡人による本契約の非以前の譲渡財産の使用、または譲渡人が本契約に基づく義務の不思考が起きた場合、譲り受け人、その役員、取締役、株主、後継者、及び継承者が合理的な弁護士費用、費用、罰則、判決、請求、及びあらゆる種類及び性質の要求を含む、 これらに限定されない、あらゆる種類及び性質の損失、責任、及び費用から、譲り受け人、及び譲り受け人の役員、取締役、株主、後継者、及び継承者を弁護し、保障し、損害を与えないものとする。名もすんなと。7. さらなる保障。7.1。援助。譲渡人は、譲り受け人が合理的に要求した場合、譲渡財産の譲渡及び譲り受け人の完全かつ、 排他的な所有権を譲り受け人に帰属させるために、以下のすべての行動をとり、すべての文書を実行するものとする。さらに、譲渡人は譲り受け人の要求と単独の費用が発生した場合には、追加の報酬を支払うことなく、譲り受け人が合理的に要求するすべての証書、文書、行為及び事項に速やかに署名し、実行し、作成し、これを行うものとする。A、 譲渡された譲渡対象物の一部、または全部に関連する知的財産権の保護を世界各国で申請し、取得し、登録し、維持し、譲り受け人のみの名義で権利化し、権利化された場合にはこれを更新し、回復すること。B、当該申請に関する司法、異議申し立て、その他の手続き、及び当該知的財産権の取り消しを求める司法、異議申し立て、その他の手続き、申し立て、申,て申請を弁護すること。 および、C、当該申請から発行された登録、および知的財産のすべての知的財産権の保護に関する、権利の弁護、および施行について、譲り受け人を支援すること。さっきの契約金以外は何も渡さないけど、アフターサポート全部実行しろよ、みたいな。7.2、委任状、譲り受け人は譲渡人の不本意な理由、またはそのとはいかなる理由であれ、譲渡人が特許、 著作権、または商標の譲渡書、登録出願、または譲渡された財産の一部、または全部に関連する、その他の文書、または提出物に対して、譲渡人の署名を確保することができない場合、いつでも譲り受け人、およびその政党に権限を与えられた役員、および代理人を、取り消し不能の形で、その代理人、および事実上の代理人として指名し、その代理として譲渡人に代わって、 そのような申請、登録、及びその他の文書を実行し、提出し、また、譲渡人を実行した場合と同様の法的効力を持って、その、き、ついを促進するために、他のすべての合法的に許可された行為を行うことができる。譲渡人関係なく何でもできる。8. 一般条項。8.1。差し止め命令による救済。 本契約の違反は譲り受け人に回復不能な損害をもたらす可能性があり、そのような違反に対する法律上の救済は不十分であるという認識のもと、譲り受け人は実際の損害を示したり、証明したりすることなく、譲渡人による本契約の不履行の脅威に基づく違反を防止するために、差し止め命令による救済及びその他の公平法上の救済を受ける権利を有する。8.2 ソフトウェアに関する注意事項。この譲り受け人はソフトウェアの完全性を維持するためにソフトウェアを取り扱う際に一定の予防措置を講じることに同意するものとする。これには山の顎をくすぐらないことが含まれるが、これに限定されない。山の顎をくすぐると予期しないソフトウェアの動作を引き起こす可能性がある。山の顎ってなんだ ?8.3。<laughs> 後継者に対する拘束力。本契約はそれぞれの代表者。 後継者及び継承者とともに、当事者の利益に資するものであり、当事者を拘束するものとする。8.4、準拠法及び管轄権、本契約は、定職法の規定を参照することなく、ニューヨーク州法に準拠し、それに従って解釈される。本契約に起因または関連して発生するいかなる紛争に関しても、当事者はニューヨーク州、ニューヨーク郡に所在する連邦裁判所及び、 州裁判所の専属管轄権及び裁判地に同意するものとする。8.5。改正及び権利放棄本契約は当事者が書面で相互に合意した場合を除き、修正または変更することはできず、法規は法規を求める当事者の署名がない限り有効にならないものとする。本契約のいずれかの条項の違反に対する当事者による権利放棄は、その後の違反に対する 権利放棄とは見なされないものとする。8.6。仮分性。本契約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所によって無効とされた場合でも、その無効性は他の条項の有効性または運用に影響を与えず、無効な本項は本契約から分離されたものと見なされる。ん最後ら辺ちょっとよくわかんないですね。まあ、ここにサインを したと。彼らがスーパービーゼルキットにしたことを見たとき、僕は自分の一部が死んだような感じがした。バグだらけで出されましたよね。しかし僕は18歳になり、資本も得た。実際僕の人生の中で最高の年の一つだった。